猫ちゃんは室内での生活が中心となることが多いため、快適な環境を整えることが非常に重要です。適切な環境づくりは猫ちゃんの健康や幸福感に直結し、ストレスを軽減するだけでなく、行動問題の予防にもつながります。この動画では猫ちゃんがリラックスして過ごせる快適な室内環境を作るための具体的なポイントを詳しく解説します。猫ちゃんの習性やニーズを理解し、実践的なアドバイスを取り入れることで、より充実した生活を提供する手助けとなるでしょう。このチャンネルでは猫ちゃんに関する大切な情報をお届けしています。少しでも興味を持っていただけたら、どこのチャンネルかわからなくなる前にチャンネル登録をお願いいたします。その1、十分な日光を確保する。猫ちゃんにとって十分な日光を確保することは非常に重要です。日光は猫ちゃんの健康と幸福に大きな影響を与えます。まず日光に含まれる紫外線は猫ちゃんの体内でビタミン D を生成するのに必要です。ビタミン D は骨の健康を維持し、免疫機能を強化する役割を果たします。日当たりの良い場所を提供することで、猫ちゃんは自然な日光を浴びることができ、体内のビタミン D レベルを保つことができます。また日光浴は猫ちゃんの精神的な健康にも寄与します。太陽の光を浴びることで猫ちゃんはリラックスし、ストレスを軽減することができます。猫ちゃんがくつろげる窓辺や日当たりの良い場所を作り、快適なクッションやベッドを置くことで、猫ちゃんは1日の中でリラックスできる時間を過ごすことができます。特に冬場は日照時間が短くなるため、日光を浴びる機会を増やすための工夫が必要です。その2、快適な温度を維持する。猫ちゃんにとって快適な室内温度を維持することは、健康と快適さを保つために非常に重要です。猫ちゃんは寒さや暑さに敏感な動物であり、極端な温度変化に対しては体調を崩しやすいです。一般的に猫ちゃんが快適に感じる室温は20度から25度程度とされています。特に夏の暑い時期や冬の寒い時期にはエアコンやヒーターを使用して室温を調整することが必要です。また直射日光が強すぎる場合は、カーテンやブラインドを使って遮光し、室内の温度を適切に保つことが大切です。猫ちゃんは暖かい場所を好むため、ヒーターの近くにベッドを置いたり、暖かい毛布を提供することも効果的です。逆に夏場には涼しい場所を提供し、扇風機や冷却マットを使用して、猫ちゃんが快適に過ごせる環境を整えることが重要です。適切な温度管理を行うことで、猫ちゃんの健康を維持し、快適な生活環境を提供することができます。その3、静かな場所を提供する。猫ちゃんにとって静かな場所を提供することは、安心感とリラックスを得るために非常に重要です。猫ちゃんは音に敏感であり、大きな音や突然の騒音はストレスを引き起こす原因となります。家庭内の静かな場所を見つけて、猫ちゃんが安心して過ごせるスペースを作ることが大切です。例えば、静かな部屋の一角やクローゼットの中など、人の出入りが少なく音の少ない場所を選びましょう。この場所には猫ちゃんがリラックスできるようにクッションやベッドを用意し、猫ちゃんが自分だけの空間を持てるようにしてあげると良いです。また家の中で音が多い時間帯には、その場所に猫ちゃんが避難できるようにしておくことも重要です。特に家族が集まるリビングやテレビの音が聞こえる場所から離れた静かな環境を提供することで、猫ちゃんは安心して過ごすことができます。これにより猫ちゃんのストレスが軽減され、健康的な生活を送ることができます。その4、
複数の爪研ぎを置く。猫ちゃんの快適な室内環境を作るためには複数の爪研ぎポストを置くことが重要です。爪研ぎは猫ちゃんの自然な行動であり、爪の健康を保つだけでなく、ストレスの発散やテリトリーのワーキングにも役立ちます。家の中に複数の爪研ぎを設置することで、猫ちゃんが自由に爪研ぎを行える環境を整えることができます。爪研ぎは猫ちゃんがよく通る場所やお気に入りの場所に配置すると効果的です。また様々な素材や形状の爪研ぎを用意することで、猫ちゃんの好みに合わせて選べるようにしてあげると良いでしょう。例えば縦型のポストや床に置くタイプ、さらには段ボール製や麻紐製など、猫ちゃんが興味を持つようなバリエーションを用意することが大切です。さらに爪研ぎの近くにキャットニップを振りかけることで、猫ちゃんの興味を引くことができます。爪研ぎを適切に配置することで、家具やカーペットへの爪研ぎ被害を防ぎ、猫ちゃんにとって快適な環境を提供することができます。その後、高い場所を用意する。猫ちゃんにとって高い場所を用意することは、安心感と快適さを提供するために非常に重要です。猫ちゃんは自然の中では木の上など高い場所を好む習性があり、高い場所にいることで周囲を見渡し、潜在的な危険を察知することができます。室内でも同じように高い場所を提供することで、猫ちゃんは安心して過ごすことができます。キャットタワーや棚を利用して、猫ちゃんが登れる高い場所を設置することが効果的です。また窓辺にキャットシェルフを取り付けることで、外の景色を楽しみながらリラックスすることもできます。猫ちゃんが高い場所を利用することで、ストレスの軽減や運動不足の解消にもつながります。飼い主さんとしては安全性を考慮し、しっかりと固定された安定した構造のキャットタワーを選ぶことが重要です。また猫ちゃんが上り下りしやすいようにステップや階段を設置することもおすすめです。高い場所を用意することで、猫ちゃんにとって快適で安全な環境を提供することができます。その6、隠れ場所を作る。猫ちゃんにとって隠れ場所を作ることは、ストレスを軽減し安心感を提供するために非常に重要です。猫ちゃんは自然界では身を守るために隠れる習性があり、家庭内でも安全で静かな隠れ場所を必要とします。隠れ場所を提供することで、猫ちゃんは安心してリラックスすることができます。例えばキャットケーブや段ボール箱、クローゼットの中など、猫ちゃんが自由に出入りできる隠れ場所を用意しましょう。またキャットタワーに設置されたハウスやベッドの下なども良い隠れ場所になります。隠れ場所は家の中の静かな場所に配置し、猫ちゃんが安心して過ごせる環境を整えることが大切です。特に来客や騒音がある時には、猫ちゃんが隠れ場所に避難できるようにしておくことが重要です。隠れ場所を作ることで、猫ちゃんのストレスを軽減し、健康的な生活を送るためのサポートとなります。その7、新鮮な水を常に用意する。猫ちゃんにとって新鮮な水を常に用意することは、健康維持のために非常に重要です。水分摂取は猫ちゃんの腎臓の健康を保ち、尿路結石の予防にも役立ちます。猫ちゃんは一般的に水をあまり飲まない動物であるため、飼い主さんとしては水を飲む習慣を促す工夫が必要です。新鮮な水を常に用意することで、猫ちゃんが水を飲む機会を増やすことができます。例えば自動給水器を使用することで、流れる水を好む猫ちゃんにとって興味を引く効果があります。また水飲み場を家の複数の場所に設置することで、猫ちゃんがどこにいても簡単に水を飲むことができるようにすることが重要です。さらに
水飲み場を清潔に保つことも忘れずに行いましょう。水を毎日交換し、器を定期的に洗うことで、猫ちゃんがいつでも新鮮で清潔な水を飲める環境を提供することができます。これにより、猫ちゃんの健康を維持し、快適な生活をサポートすることができます。その8、清潔なトイレを設置する。猫ちゃんの快適な室内環境を作るためには、清潔なトイレを設置することが非常に重要です。猫ちゃんは非常に綺麗好きな動物であり、トイレが清潔でないと感じると、他の場所で排泄することがあります。まず、猫ちゃんのトイレは適切な場所に設置することが大切です。静かでプライバシーが保たれる場所を選びましょう。また、トイレの数は猫ちゃんの数にプラス1が理想的とされています。これにより、猫ちゃんがいつでも快適にトイレを使用できる環境を整えることができます。さらに、トイレの掃除は毎日行い、汚れや臭いを取り除くことが必要です。特に、排泄物はすぐに取り除き、トイレの砂を定期的に交換することで、清潔な状態を保つことができます。トイレの種類や砂の選び方も重要で、猫ちゃんの好みに合ったものを選ぶと良いでしょう。清潔なトイレを設置することで、猫ちゃんは快適に過ごすことができ、健康を維持することができます。その9、遊び道具を用意する。猫ちゃんにとって遊び道具を用意することは、身体的および精神的な健康を保つために非常に重要です。猫ちゃんは狩猟本能を持っており、遊びを通じてその本能を満たすことができます。家の中に、様々な種類の遊び道具を用意することで、猫ちゃんが飽きずに楽しく過ごせる環境を提供することができます。例えば、猫ちゃんじゃらしやボール、キャットタワーやトンネルなど、猫ちゃんが興味を持つアイテムを用意しましょう。また、インタラクティブなおもちゃや知育玩具を使用することで、猫ちゃんの知的な刺激を提供することも効果的です。定期的におもちゃを交換し、新しいおもちゃを追加することで、猫ちゃんの興味を維持することができます。飼い主さんも一緒に遊ぶ時間を作ることで、猫ちゃんとの絆を深め、ストレスを軽減することができます。遊び道具を用意することで、猫ちゃんが健康で、快適な生活を送るためのサポートとなります。その10、安全な植物を置く。猫ちゃんの快適な室内環境を作るためには、安全な植物を置くことも、一つの方法です。植物は室内の空気を清浄にし、自然の癒しを提供するだけでなく、猫ちゃんにとっても興味深い環境を作り出します。しかし、すべての植物が猫ちゃんにとって安全ではないため、選び方には注意が必要です。猫ちゃんに有害な植物としては、ユリやポインセチア、アロエなどがあります。これらの植物は避け、猫ちゃんに無害な植物を選びましょう。例えば、キャットグラス、猫草などが適しています。これらの植物は、猫ちゃんが触れたり、噛んだりしても安全です。さらに、植物を置く場所にも注意が必要です。猫ちゃんが簡単にアクセスできる場所に植物を置くことで、猫ちゃんが楽しみながら安全に過ごせる環境を提供することができます。安全な植物を適切に配置することで、猫ちゃんにとって快適で刺激的な室内環境を作ることができます。その11、リラックスできる寝床を作る。猫ちゃんにとってリラックスできる寝床を作ることは、健康と幸福を保つために非常に重要です。猫ちゃんは一日の大半を寝て過ごすため、快適な寝床を提供することで、質の良い睡眠を得ることができます。まず、猫ちゃんの寝床は、静かで安全な場所に設置することが大切です。猫ちゃんがリラックスできるように、
柔らかいクッションやベッドを用意し、暖かさを保つための毛布やタオルも追加しましょう。また、猫ちゃんが高い場所を好む場合は、キャットタワーの上段や棚の上に寝床を置くことで安心して寝ることができます。寝床の場所は、家の中の騒がしいエリアから離れた静かな場所を選ぶと良いでしょう。さらに、寝床の近くにお気に入りのおもちゃや毛布を置くことで、猫ちゃんがリラックスできる環境を整えることができます。リラックスできる寝床を作ることで、猫ちゃんはストレスを感じることなく、快適に過ごすことができます。その12、定期的に掃除をする。猫ちゃんの快適な室内環境を維持するためには、定期的に掃除をすることが非常に重要です。清潔な環境は、猫ちゃんの健康を保ち、病気や感染症のリスクを減らすために必要です。まず、猫ちゃんが過ごすエリアや寝床、トイレ周りを定期的に掃除することが大切です。床や家具の表面は、ほこりや毛がたまりやすいため、こまめに掃除機をかけることをおすすめします。また、猫ちゃんのトイレは毎日清掃し、トイレの砂を定期的に交換することで、清潔な状態を保ちます。おもちゃや食器も定期的に洗浄し、衛生状態を維持することが重要です。さらに、キャットタワーや爪研ぎポストも掃除し、猫ちゃんが安心して使用できる環境を整えましょう。定期的な掃除を行うことで、猫ちゃんの健康を守り、快適な室内環境を提供することができます。この動画を通じて、猫ちゃんのために快適な室内環境を整えるための重要なポイントについて学ぶことができました。猫ちゃんは自分のテリトリーを大切にし、安心できる場所を求める動物です。そのため、静かで安全な隠れ場所を提供すること、適切な温度管理を行うこと、そして豊富な遊び場を確保することが大切です。また、キャットタワーや窓辺のスペースを利用することで、猫ちゃんが自然を観察できる環境も整えてあげましょう。これらの工夫により、猫ちゃんは安心して過ごせるだけでなく、心身ともに健康でいられるようになります。さらに、定期的な掃除や空気の入れ替えも忘れずに行い、清潔で快適な住環境を維持することが重要です。今回の内容を参考にして、猫ちゃんがより快適に過ごせる環境づくりを進めていきましょう。猫ちゃんとの生活をより楽しく、充実したものにするための第一歩として、ぜひ実践してみてください。このチャンネルでは、今後も猫ちゃんの大切な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では、また次の動画でお会いしましょう。